ピキーリョ、またはピミエントデルピキーリョは、ナスカの多年草である、唐辛子属唐辛子の栽培品種。小型で肉厚の赤ピーマンであり、辛味はなく甘みを持つ。ペキオとはスペイン語で、小さなくちばしを意味する。LL の発音から、日本語表記では、ピキージョと表記することもある。伝統的に、スペイン北部で栽培されている。 著名な産地として、ナバーラ州南西部のロドサが知られており、1987年にはロドサのピキーリョが、スペインの原産地故障制度である、デノミナシオンで、オリヘインに指定された。ポット栽培に適しており、果実は約7センチに成長する。一般的には9月から12月の2度の収穫期に、手摘みされる。火費を剥いて、種子を取り除いたピキーリョのオイル漬けが瓶詰め。 または、缶詰されて販売されている。詰め物料理に使用されることも多く、肉類、魚介類、チーズなどが詰められる。タパスの材料やスープの材料としても用いられる。炭火で焼くと水分である重量の60%が失われ、唐辛子よりもピーマンに似た甘く香ばしい香りを放つ。焼くとカヒと種子が手で容易に果肉から分離できる。ピキーョは、食物繊維。 ビタミン C、ビタミン E、ビタミン A、ビタミン B を多く含んでいる。特にビタミン C の含有量がとても高く、柑橘類の果実に匹敵する。ありがとうございます。